態を示すためにあらゆる使い方をされる。和平の象徴となっているドロシーにふさわしい形をとったと言えるな。名はそうじゃな、成功の旗とでもしておこうか。成功の旗、これが召喚の神器。ダークテリトリーで自身の存在証明に悩んでいた彼女にとって、その旗はまるで天からの贈り物のように見えたそうだ。嬉しそうに微笑む彼女を見たら、俺はもう何も言えなくなった。君に辛い思いをして欲しくないだなんて。